始まりました、研磨クッキング。これは何だか分かりますか？これはね、なんとね、これはピータンですよ、ピータン。これが中華料理でよく前菜で出てくるピータンはこうやって売られてます。ピータンっていうのはね、アヒルの卵をアルカリ性での条件でね、すごいアルカリ性の条件で長期熟成したものなんだけど、まあこれあまりね、手に入らないかもしれないですけど、まあ今日はこれ手に入ったんで、これをピータン豆腐の前菜にしたいと思います。はい、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみてもと思います。で、まあこれはね、ピータンの原型なんだけど、まあ大体ね、どこで手に入るかっていうと、中華材料屋さんとか、それとか中華街とかね、あとなんか上野のアメ横とか、あとはね、最近だとインターネットで取り寄せることができます。大体ね、1個ね、大体100円ぐらいで売ってるのが多いですよ。じゃあこれをね、まずね、これをカン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 水洗いして剥いていくと、こういう状態ね、こういう状態になってます。中はこういう状態ですよ。こういうね、なんか黒、真っ黒いゼリーみたいなのが、これがピータンです。まずこれを、これはね、そのさっきの卵を剥いた状態ですよ。そしたらね、まず今日は豆腐の前菜なんで、まずね、豆腐ね、これね、半丁ね、今日はね、使いますね。で、この豆腐がやっぱり水っぽいと、最後をね、食べて合わせた時に、少し、水っぽくなっちゃうんで、まずね、豆腐をね、水切りしときますね。キッチンペーパーにこう包んで、はい、こんな感じでね、こんな感じでちょっと、おもしなんか乗っけて、はい、これで少しおも、水切りします。はい、で、豆腐をね、水切りしてる間に今日のね、タレの方の説明いきますね。今日のピータン豆腐のタレね、まずお醤油ね、お醤油を大さじ2杯、はい、入りました。はい、こちらね、お酢を大さじ1杯、はい、入りました。はい、こちらお砂糖大さじ1杯、はい、それにこちら豆板醤ですね、豆板醤を小さじ1杯、はい、それで、最後に、ごま油ね、ごま油も、小さじ1杯、はい、はい、これで、タレの完成ですね。これをよく混ぜて、はい、これね、しっかり砂糖が入ってるんで、しっかり混ぜて、はい、さあ、このね、タレに対して今度ね、入れるものが、これね、ネギのみじん切り、結構多めですね、これ。で、これ入れちゃいます。ポン入れて、はい、それと、これがザーサイですね、ザーサイのみじん切り、ザーサイのみじん切りも半分ぐらい入れて、はい、ダーン入れて、みじん切りを入れました。で、これをね、ざっくりこうかき混ぜて、はい、これでもうタレの完成となりますね。はい、そしたらこれをやってる間、これで少しなじませてる間に、まず先ほどね、水切りしといた豆腐ね、これ豆腐ね、豆腐を水切りしてたのがだいぶ水切れたんで、こうやってキッチンペーパーにね、水分がいっぱいついてます。はい、水が切れましたね。そしたらこの豆腐を食べやすい大きさに切っていきましょう。さいの目ぐらいにこうやってこう半分、真ん中1本入れて、はい、ちゃん、はい、はい、はい、こういう状態で、はい、豆腐切ったらこれをお皿に盛り付けます。はい、はい、盛り付けましたね。はい、そしたらこの上に今度ね、先ほど剥いたピータンね、ピータンは真ん中どうなってるかっていうと、こういう状態だよね。この真ん中もとろっとした状態で、これ真ん中、周りもゼリーみたいになってます。これでが、まあ、ピータンで、ちょっとアンモニア臭する、だけど、すごいコクのある卵なんですよね。これが特徴なんで、これをもう、まあ、食べやすいようにね、何等分でもいいんですけど、こういう感じで、こういう感じで切っていきます。そしたらね、今日は豆腐と合わせるんで、これをまたさらに半分ぐらいでいいかな。はい。はい、こういう状態で、はい、さらに半分、はい、こんな感じでもうね、一個一個こういう大体1センチぐらいのブロックに切りました。はい、これを先ほどの豆腐の上に
盛り付けます。はい、こういう状態でね、豆腐の上にピータンを飾りましたよ。はい、この上に先ほど作った特製ダレね、もうザーサイとネギたっぷり入ったこのタレを山盛りもうたっぷりぶっかけちゃって、ほい、このザーサイのねコリコリとネギのこの辛み、豆板醤とね、でこのコクのあるタレですよ、これをねダーッともう本当にたくさんかけた方が美味しいです。はいはい、こういう状態でたっぷりタレをかけて、まあそれで仕上げにごまですね。あ、いりごまね。はい、白ごまなんかも合いますね。白ごまなんかちゃ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 っとこう、これも合いますよ。白ごまパーッとかけて、はい、のりで、青ネギね、はい、万能ネギなんかかけて、はいはい、今日のね簡単お料理ね、ピータン豆腐の完成です。おいしそう。はい。